どうもプテラタカハシです。今日も人狼ジャッジメントやっていきましょう。早速何の役職が来るのか。黒猫、よし。はい、黒猫ですね。で、この部屋ね、僕が昔大好きだって言った部屋なんですよね。なんだっけ、わら人形と黒猫のいる部屋なんですよね。で、今回は役職かけがありになっています。役職かけありの部屋ですね。なので、前回だからパートの本当の前だよね。24とか5とか6とか7とかその辺で多分紹介したと思うんですけど、これすごいいい面白い部屋なんですけど、ちょっとだけ村が強かったんですよね。でもここ役職かけありにしたら多分ね、どっこいぐらいになるんじゃないかな。黒猫を釣れないんですよ、この部屋は。本当に黒猫めっちゃ釣りたくないっていう部屋なんですよね。で、まあ黒猫がどこにいるかを村推理するんだけど、黒猫かけてたら積むと思って狼が出てくんのかな。ちょっとわかんないっすけどね。まあでも出ます、占いに。とりあえずロラでもいいからね、占いに出ましょう。4人出たぞ。すまない。カミングアウト。霊能がどうなってんのこれ。ちょっと俺結果遅れちゃったんでね。ああ、なんとかよかった。結果マジでたまに遅れちゃうんですよね。本当に申し訳ない。これ黒猫が辛いところがあって、黒猫って村が辛いところがあってね、それは太鼓が囲えて太鼓噛まれたとしても、ロラでバランス釣りすると、黒猫に持ってかれちゃうっていうのがあるんですよね。家計は初日はいいよ。白いとこを、釣りまくる。バーイ。のみ、疑っていけばいい。占い黒猫はまあ王道だけど、役かけありで黒猫かけてた場合、狼積みまであるから占い出てる可能性も考えて動きたい。ミカでいいけどな。全然ムラリないしな。
延長希望。マイク新確定延長希望させてるが、ミカがすらしたから黒猫が出てるのか、狼が出てるのか分かりにくくなった。まあ全然釣り位置に上げていいと思う。釣られたそうな人は怪しんでいきたいな。ソフィアクリス、ソフィクリか。パーク時間ないし本指定でいいぞ。1分前。ゲールがミカかばうからでしょ。クリス、30秒前。うん、ナッシュハーク、ナッシュハーク、さよなら。うん、10秒前。クリス、この村はあれですね、発言が投票中にできない村ですね。黒いとこがちょっと読めないですね。ゲイルは違いそう。ゲイルミカは白と見て、ゲイルミカ白と見て、ニック囲えてんのかな、もしかしたら。ニック囲えて、ソフィアとかちょっと怪しいかな。まあでもロケットとか少しくらい。ミカに黒出しするか。あ、ゲイル死ぬのか。わら人形だったらいいけど。あ、違うよね。ちょっと黒出しはきついな。わら人形踏んだら罪なんでね。エリック。エマ白か。対抗のね。200。液晶。ミカ白。ハーク。ハゲイル。死亡したか。まあ、意見伸びてたしな。エリックとミカで、ミカで迷った。
ゲイルは比較的ミカかばってるように思えたけど、ゲイルは発言伸ばしてたし、白飛びてミカも白いかなと。残ったエリック占って白、自分目ソフィア、ミカなんとなく白と見て、霊能確定はゲールの言う通り。ゲールか、お、ゲー、あ、クリス来るか。ゲール噛まれてることから白と見て、エマソフィに狼かな。ミカはまあ白を追うわ。いやー、クリス黒か。クリス黒なら霊能噛むべきだし、クリス黒で霊能噛まないなら罠人形使用してほしかったな。誰それ、チャンソンテク知らん。誰、ニック・クリス、ニック・エリックの このコンビは白や。ソフィア釣り、開く。今日はソフィア全然飲めます。だって延長希望、黒連れてる。延長希望、延長希望余裕あるぞ。むしろミカ釣りたい、マジで。ここで？オン？自分は白出てないから構わんが、ミカよりソフィアでよくないか。マイク偽あるのか。ここミカ行くくらいならローラー行かねえか。芯切ってくれるなら。1分前。マイクはソフィアでいいのか。
マイク偽物なのかな。マイク偽だったらめっちゃ面白いけどね。把握。30秒前。必ず明日は黒見つけるわ。あばよ、あばよ、ソフィア姉さん。10秒前。いやー、ここはどうしよっかな。ミカがスライドしまくってるし、しっかり藁人形なのかな。エマに黒出ししていいかな。まあさすがに終わんないっしょ。それはちょっと運が悪すぎるわ、終わっちゃったらね。エマに黒しかないよな。エマに黒しかないよな。ミカ、そもそもミカ占うわけないよな。ニック・エリックでミカも白いったからエマかなと言っといて、だからもうエマに黒しかないんすよね。自分ローラ髪がいいな。30秒前。ローラ噛んでほしいな。ちょっと GJ 出ないでほしいな。いやー、どっちか狩人かな。ちょっとエマ村目だったんだよな、ずっと。ちゃんの方が新芽高いとか言っててよ。エマ白だから寄ってミカ黒っていいかな。ああ、来たか。どうすればいいんだろう。エマ黒でいいか。エマ黒、エマ黒ね。これで終わり。エマでいいで、エマでいいよ。太鼓、黒猫。なぜここで身内切りなのか。新芽高い、自分噛めばよかったね。時短よろしく。 OK、 それは自分で把握 OK よ。いずれ起きないし。延長希望。ニックやばいな。ニック黒かな、これは。囲えちゃったかな、初日。でもニック初日白だったら、いや、
普通に道連れ起きんし、エマが黒で終わりや。ここでニックかエリックどっちか持ってったら最悪なんすよね。10秒前。いや、ニックかエリックどっちか持ってくのは最悪ですよ。やめてください本当に。ミカかエマ、あ、よかった。いやー、ニック囲えてたなら1周目で噛んで、どっちか分かんないっすよね正直。ニックで囲えてるんだったら初日ローラ髪してもいいと思うんだよな、盤面的にはね。なのにゲールですからね。だからエリックなのかな。でもニックは発言的に結構黒いよなーっていうところですよね。とりあえずもうどこ行ったって。あー、でもわら人形が、そうか、わら人形がミカでほぼ決まりなのかな。30秒前。あ、そっか。でもエリックわら人形とかだったら、エリックニックどっちかわら人形だったらきついのか。とりあえずミカしかないから、もうミカ噛むしかないですよ。僕は黒猫で確定で、ローラが死んだから、ちょっとやばいっすねこれは。ちょっと新占いが仕事しすぎたですねこれは。やばいな。10秒前。初日の黒がすごく痛かったですね。ちょっと頑張ったらないとやばいですねこれ。これミカ、え、どういうやつそれ。どういう紙ですか。なんでに、え、なんでマイクって言おうとしてんのかな。おはよう、おはよう、おはよう。はっ、お、なんでちょっと、なんでえ、なんで、ローラの白忘れてたのか。いやー、マジかよ。ニックのが黒かったよな。いけたよなこれ。これエリックニックなら最終日勝てたのでは。いやー、ニックは噛んだらダメだよ。いやー、ここでミカがちょっと悩み始めてるんですよね、残りちょっとで。10秒前。まあカミングアウト。あ、ミカわら人形なんや。かけてへんねん。なるほどね。ワンチャン、ワンチャンあるな。おい、ワンチャンあるな。おい、これワンチャンあるのか、ここまで来て。ミカ、いつやん。めっちゃ面白。よかった。ワンチャンあるの笑うな。ワンチャンあるの笑えて、ほんと、笑えてくるな。やば。ここエリック行ったくなんだよな。30秒前。ここエリック行ったくなんだよな、マジで。あー、でもまあ、マイクがソフィアの処刑をためらってた点で、
まあ、ミカは迷うとこなのか。クリスが、黒って、白だったけど黒って言って、で、ソフィアが、グレーで、本当は釣りたくなかったけどって言ってみれば、まあ、ミカ目線マイク黒はあるのか。いやマイク行け、マイク行け、マイク行け、マイク行けよ。なあ、マイク行け。頼む。来い、来たか、ワンチャンマイク行ったんじゃないか、これ。あー、ダメかー。ダメかー。そりゃそうか。いや、まあ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 、よく頑張ったんじゃないですか。最後、ニック残してほしかったですけどね。てか、普通に味方見して、ミカの、スナイパーショットで、決めればよかったかな。じゃあ、残念ですね。お疲れ。おつおつ。ありがとうございました。いや、賭けはなかったんですね。でも、やっぱり、面白いですね。全然売らなきゃいけない、走って。あ、そっかそっかそっか。そっか、エリック。そうだったのか。でもまあ、やっぱりこの配役は面白いですよね。初日に人狼釣られちゃったけど結構粘りました。まあ、占い師、芯取れたのはでかいです。あ、芯じゃねえわ。占い師、囲えてたのはでかいですね。いや、ミカは迷ってもよかったと思うよ。うん、墓場が別に早くしろっていうことではないですね。はい。というわけで、じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネルの登録、グッドボタン、コメント等よろしくお願いいたします。関連動画もよかったらチェックしていってください。ではまた。